おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の提供はビジネス実践塾 2days では実り多き時間をありがとうございました。あなたの涙を笑顔に変える日本一の離婚弁護士白戸陽子です。焼肉マフィアのグランドオープンおめでとうございますという白戸陽子さんの提供でお送りします。白戸陽子さんありがとうございます。焼肉マフィア池袋店の鍋オーナーのですね、先頭を切ってくださった、とにかく動きが早い白戸陽子と僕の中では認識されております。ありがとうございます。このボイシー大人気なのでプレゼントやってます。日本人の 95% が持っている話し方の悩みを解決する2時間19分の一般公開していないマル秘セミナー映像をプレゼント中です。鴨頭義人の公式 LINE のお友達追加をするとゲットできますので、ぜひぜひ、活用してください。話し方の学校の入学体験講座、あ、もうこれすぐだ。11月10日水曜日19時から東京池袋で開催しますので、ぜひぜひ、これズームでも参加できますし、リアルでも参加できますので、ぜひぜひ待ってますので会いに来てください。さて今日はですね、鴨明さんも一緒に交えてリラックスしながら今日のテーマ発表していいですか。はい、今日のテーマは、ドゥルルルルルじゃーん、今まであったすごい人自慢。パフパフ。どうですか、今まで出会ったすごい人。私今まで出会ったすごい人っていうか昨日見たすごい人でもいいんですか。お、いいですね。新庄。ああ、すごいね彼は。いや、すごい、俺も記事読んでしびれた。いや、私日ハム押そうかなと思ってる今年。いいですね。あ、今年来年か。いいですね。うん、なんかそのすごい、もちろんはっちゃけてて、今までの常識にとらわれないっていうところはもちろん現役時代からもあったけども、うん、実はすごい計算高いし、うん、大切にしてるのが人間性じゃない。そうだね。でチームメントがいただきます言わなかったらいただきますしろよっていう、うんうん、左手を茶碗に添えてなかったら、いや、お前左手を使えよっていう。そう、野球の技術よりも普段の生活習慣とか人間性を重要してるんだよね、うん、そう。なんかそれで今度1軍も2軍も関係なく全員にチャンスを与えて、チーム一丸となってやっていくんだっていうのが、うんうんうん、なんか本当素晴らしいなっていう、うん、なんかただの面白い、今ワイドショーは面白がって取り上げるかもしれないけれども、うん、そうじゃなくて本当に野球を愛してるしチームを愛してるし、あ、すげえの出てきたなと思って。いや、彼はワイドショーもいい意味を、うんうんうん、うまく利用してる。そうそう。で本当に昔から知ってるチームメイトの人たちは、いや、まだ全然見せてませんと、うん、本当の考えてることは何一つ彼はまだ言ってないっていうのがめっちゃ楽しみ。新庄かっこいい。かっこいい、うん、なんか日ハムファンクラブ入ろうかなと思ってます。だってさ、うん、試合をインスタライブやった方がいいよねって言ってたよね、うんうん、まさに、うん、だからさ、もしね、うん、球場に来るファンの人に、うん、みんな今日インスタライブで流してよとか言ったらさ、うんうん、撮りたくて野球を見に行く人が出てくるじゃん、うんうん、それ革命じゃない、うん、でさ、そのさ、新庄のさ革命的な発言をさ、ジェネラルマネージャーとかがさ微笑みながら見てるのよ。いや、じゃなかったら、うん、新庄にしないよね。そう、リスクでしかないじゃん。確かに確かに。革新とか革命じゃなかったら彼はリスクだよ、うんうん、でもさ、パリーグって本当盛り上がってるし、システム的にもなんか早いし、うん、なんかそれでその中で日ハムってやっぱりさ、北海道に行ってさ、うん、もうだって北海道のラーメン屋売れてんだよ、うん、新庄効果で、うん、すごいね。北海道行ったら何食べたいですか。いや、時計台のところのラーメン食べたいです、うん、時計台のラーメンはもう売れてるんですって。素晴らしいね、うん、たった一人のキャラクターで街の経済が活性化するってことでしょ、うん、今まであったすごい人、優勝新庄さんでいいですか。ちょっと待って、会ってねえじゃん。え、テレビだった。でも最近すごいのと改めて思った人、新庄さん、うん、鴨明さん、それでいいですか、うん、私人に会わない人なので。確かに誰にも会ってない、はい、私家族としか会わないんですね。そうか、いつも同じ人としか会ってない、ね、家族とお友達3人なので、家族が私以外に3人、お友達が3人、6人しか会わないんですよ。え、アキコの世界って6人なの、うん、10人が、うん、少な、うん、あ、リアルはね、お母さんと毎日 LINE してるから7人とか、まあそんな感じです。やば
よく考えたら鴨頭義人と鴨頭明子って真逆の生活してる、うん、そうだね。俺毎日初めましての人と何十人とか何百人とか日によっては何千人会うよ、うん、お疲れやば。やば。僕の単位言っていいですか。はいどうぞ。改めてこの人すげえなと思った人言っていいですか。うん、朝倉千恵子さん。ああでもさ、新庄と朝倉千恵子さんの共通点は生き方出てるね。出まくってるよね。人間力。世界はあなたの仕事でできている。今急に背筋が伸びましたよ。今それまでずっと背もたれに横かかってたの。働くあなたの応援団長、朝倉千恵子です。いやマジボイシーでさ、うん、朝倉先生も聞こえてくるとさ正座したくなるよね。急に変わるよね、うん、なんかボイシーってリラックスモードじゃない、うんうん、朝倉先生のちょっとリラックスできないよ、うん、いやできないですよ。正座です。正座。実はね、はい、ボイシー撮るとき正座でしょ。朝倉先生自身がバッチリメイクして服着替えてからやってんだって、うん、ああそうなんだよね。わかる。出るもん。ああ、うん、だそうなんだね。そう、私昨日話し方講座行ったんですけど、うん、口角上げて喋るのと口角上げて喋らないのでこんなに違うよっていうのを習ったんですよ、はいはいはい、確かに朝倉先生のあれが流れた瞬間日本全国でみんな正座したり背筋を伸ばしたりしてるんですよ、うん、してるね、うん、背骨が変わるね。うん、うん、変わる変わる。俺なんか短パンだもん今。ダメじゃん。ジャージだし。ダメじゃん。ジャージに短パンですよ。はい、やっぱね生き方が出るね。出ます。声とかにもね。出ます。いや声出ます。なんか YouTube からボイシーに流れてて、うん、みんなほら画像がない、はいはい、絵がないってこんなに楽っていうのあると思うんですけど、うん、ボイシーで発信されてる方は皆さん、はい、私も思いますよ。私だって。だけど分かるよね。耳から聞いたら本当に皆さん申し訳ございません。私寝起きの格好のままでいつもガサガサの声でやっております。朝倉先生ごめんなさい。本当にごめんなさい。謝っとる。俺反省しかないな、うん、いやね朝倉先生ね、この前も、うん、あの焼肉マフィア池袋店で会った気づきをですよ、うんうん、あの2回ぐらい発信してくれてですね、うん、さらに言うとブログに第3回に分けて、うんうんうん、中林さんっていうね、うん、眼鏡かけたイケメンの男性社員が、うん、見ました。むちゃくちゃ良かったあれ、うんうんうん、あれもさ、うん、絶対うちの取れ高を考えてくれてんのよ。そうだよね。音声って視野にはあんまり向いてない、うん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 、やっぱブログの方が視野向いてて、すっごい写真載ってたもんね、いっぱい。もうね、うん、焼肉マフィアって検索したら、うん、あれが一番上に出てほしい、うんうんうん、あの記事が一番なんかうちの良さを表現してくれてる、うん、うちのホームページよりいい、うん、ただでやってもらったの。もちろん。ダメじゃん。ただじゃないよ、うん、お金払っていただいて。そうですよね。95万円ぐらい。申し訳なし。本当すいません朝倉先生。もう今日はじゃあ分かった、うん、あの僕じゃあ朝倉先生にお返しすることができないので、うん、僕のボイシーを聞いてくださってる、うん、皆さんにちょっと力貸してほしいです、うん、僕じゃ返しきないんで、うん、あの朝倉先生のボイシーをフォローしてください。そして背筋を正してみんなで聞く。はい。朝から正座っていうですね。でもほら瞑想とか、あ、禅とか、うん、そっちに近いもんね。そうだね、うん、確か心を整えられるね、うん、明らかに心が整うチャンネルなので、うん、なんか一般的なボイシーは僕のも含めて、うん、情報を入れるじゃない、うん、ニュース的な自己啓発、うんまあ、ニュース的か、うん、朝倉先生のはね、うん、禅ですね。そうですね。座禅です。禅、はい、しかも、はい、流し聞き禅。流し聞き禅、うん、これいいですよね、はい、車の運転しながら禅したら、ね、普通事故るが、うん、朝倉先生のは運転しながらでも禅ができるっていう、うん、あもうなんか譲りたくなるだろうね、うん、あ本当、うん、確かに、うん、お先にどうぞってなる、うん、チッとかやってる場合じゃないですよ吉人さん。とごめんなさい。本当にごめんなさい。ということでですね、最近出会ったすごい人は、鴨明さんが新庄さんで、はいはい、新庄監督、監督って言っちゃいけないって言ってたね。監督、あ、ビッグボス。そう、ビッグボス、新庄さんと、はいはい、僕は朝倉千代子先生をお勧めしますので、はいはい、ぜひ朝倉先生のボイシー登録してください。はい、それでは今日という一日が皆さんにとって最高の一日になりますように。せーの、いいねー、短パンジャージ反省です。